えただいまあのーえー、ツイッタースペースを,を,を使わせていただいてあのー、まああの世の母とね、あのー、更新ができる通信ができるえい、ー、さんこと太郎ちゃんを、えー、メインに、あのー、2回に分けてね、あのー、録画というかね、あのー、配信させていただきましたまずはありがとうございました。 1>, でえー、と1回目の、あのー、12時半から急遽取撮った、えー、約1時間の、えーまああのーまあ、太郎ちゃんのねウォーミングアップう初,うラ初ライブですね、えー、これに関してあの今確認しましたらもうすでに100人ぐらいの方がねあの録画も含めて聞いてくださってますで2回目は、まあ、通常通り2時から、えー、本番が始まったわけですけどこれも 今、取り終えたばかりですが、あの早速もう45人ぐらいが、えー、聞いてくださっている、まあ、そういったことで、非常に出だし好調ということになりました。で、この太郎さんの、えー、あの世の更新に関して、チャネリングの情報に関しては、今後ともね、定期的に続けていく予定です。えー、と今、打診しているのは、まず来週の日曜日はやります。 昼間、午後、来週日曜日午後、それから、えっと、ちょっとね、平日1回、昼間に、えー、配信するとどんな反響があるかっていうのちょっと知りたくて、一応、えー、太郎ちゃんの仕事上のスケジュールさえ開けばです、開けば、えー、平日どっかでやろうと思います。いずれにしてもあの、はっきり決まりましたら、またこれはね、皆さんに報告いたします。そして、今回2回の録画音声の えー、ツイッタースペースこれの、まあ、URL は概要欄というかなあの備考欄というかそちらの方にあの添付してとか貼っておきますんで、えー、そこから入ってみてあの聞いていただいてもいいですであくまでもこラジオみたいなもんですから、うん、だから何かしながら歩きながらでもしウォーキングしながら、うん、あのお料理でもしながら、うん、何でも掃除しながらイヤホンでも聞きながらねあの聞き流すみたいな感じで、えー、太郎さんの、えー、あの世の話あの世の仕組み そういいいいったたこととをあの聞いていただければなと思いますで今後はねあのリスナーさんにもしっかりとあの参加していただいてあのいろんな疑問があったりね、えー、太郎ちゃんにこう教えてもらいたいとかさそういったことも多分出てくると思うんですだからそれはねあのその時あのそういうリスナーさんが「私話したいです」っていうそういうボタン機能があるのでそこをポンポンと押してもらうとねこうやって手を挙げるような、ね、そういうねあのマークがあの 分かりますんでえそこから、えー、リスナーからあのここ参加者っていう側にね変わってあの話は入ってください。まあ、いずれにしてもあの初回の太郎さんのねあの世の更新のお話大成功だったと思います。えー、これ今後ともねあの続けていきますんでどうか皆さんよろしくお願いします。大変にありがとうございました。